mercy. レクイエムファー。ああ。レクイエムファー以外になんか特殊なパーツ使ってたんじゃないですか？エンジン。ああ。ついにエンジン使いました。練習ではエンジンは使ってなかった。ハードコアのシェイメタルです。ブランデージです。イジノミケンです。アランです。ジョーです。ベルさんです。ヤオキです。コウソです。シショウです。ヨウスケです。はい、というわけで引き続きハッカーさんの C1 グランプリ最速アーティスト決定戦ということで、はい、こちら F ドリーム平塚さんにお邪魔してるわけですけども、はい、これから行われますのは、はい、予選走行になります。来た予選、ついに予選です。ついに決勝の結果に関わってくる。そう、皆さん頑張ってください。1回はね、練習だったの、あくまで。で、ルールと言いましたら同じく10分間です。10分間好きに走っていただいて、はいはい、その中でチームの2人が出したベストタイムの平均を予選タイムといたします。どっちがベストなのかもしれない。そうです。2人で協力して頑張ってください。はい、ということでそれでは予選スタートです。えいえーよっよーよーやるぞよっよーよっはっきまんさんよっよっせーのよーよーよっハードコアタの C1 グランプリ予選走行の模様をお送りいたします。コメンタリーはレッドアリス、DJ のりけん、そして私、村田裕二の3名でお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、はい、練習走行公開からしばらく経ちましたが、今回は予選走行ということで、はい、もう予選走行はもう本当に練習と違って、決勝にがっつり影響が出る走行枠なんで、はいはいはい、2人のベストタイムを合わせて2で割った平均タイムが予選タイムになります。だからそれで、出走順が決まるというような、なるほど。なので1人だけ頑張ってもあまり意味がないというか、そうです、うん、1人が30秒で走ったとしても、はいはいはい、もう1人が1分だったらもう予選多分45秒になるんで、これはダメだね赤さん頑張ってもらわないと。これはさっきのね練習をね見てる感じだとね、ちょっと直樹さんねちょっとペースアップしていただきたいなっていうところはちょっとありますかね。ちょっと最下位だと厳しいですよね。そうなっちゃうよね。赤さん結構ペースいいですもんね、うん、多分そう練習で結構コツを掴んできたのかなっていう感じはあるかもしれないね。そうだって赤さん練習走行は5位ですからね。はいはいはい、うん、確かに。おっとこれ早速あ危ない3分で早速行ったら今の赤さんでしたね。リプレイ見てみましょう。すごい顔してるな赤さん。うわ頭置いていかれちゃってるもんな。妙介めっちゃ笑ってる続いてリプレイで翔さんがスピンですね。いやでもさっきの衝突しなくてよかったね。いや本当正面衝突マジで危ないね。危ないよかったですね。なんとかかわせてよかった。いやでもやっぱ直樹隊列はあんまりできてないですね。みんなそうだね、快適なアタックできてる感じがいやもうどんどん攻めてるね。あラグが危ない危ない危ない。頑張ってほしいな。でここ抜いちゃ抜けるかな。抜けるまではないかな。抜けって感じだね。みんな記録更新し始めてる。45秒42秒41秒。練習走行より全然速いですね。確かにですね。もう最初からみんな40秒台で来てますね。と思いきやいちょっと詰まってきちゃってるね。そんな中40秒。いや赤さんさすがですね。そうだんだんこの辺からね多分ねなんかコツが分かってきた感じはあるかもね。でもチームメイトは今こうなってますからね頑張ってほしい。頑張ってくれ。頑張ってほしい。これやっぱこんだけ詰まってるとなかなか。あ、しかしうまいんじゃないこれは。お師匠の今のうまいけど師匠さんパズライト今だいぶ強引かね強引でしたね。強引だったな。師匠さんは師匠さんはあえて後ろを抜かせて前をクリアにしようっていう、そうね、でも自分が走りやすくしようって感じだった。そうっす。おーっと危な危な。あーでもみんないい感じじゃないの。そうっすね。バラけましたね。バラけましたね。走りやすそう。そうっすね。あ、でも今1位がもう40秒切ってますね。危ない。おーっと危ない。これ戻れるかな。やっぱこのヘアピンはこう攻め系でいくとちょっとやっぱ回っちゃったりぶつかったりって感じだよね。そうなんですよね。だからおーぶつかった。ちょいぶつかり。今乗り気もうちょっとしたこれこれそうだね。もうプッシュして回しちゃったね。よかったよ。危ない。あーおーすごいマリオカートみたいになってるね。いやまだレースじゃないからなちょっと確かにね。これでスタックしちゃいましたね。こういう時はもうあの係員を呼んで押し出してもらわないといけないっていう形になって自分で降りたらダメと。そうですね。危ない危ない危ないですね。で、直樹隊列ですね。でもここはね、
やっぱり、ね、どんどん抜いてってね。そうですね。あ、ちょうど。あ、もう俺だ。やっぱチームメイトはさっくり抜かしてくれるんですね。あ、そういうことかもしれないね。でも違うチームは違うチームは抜かせないよ。おー、外が危ない。外から、道連れだ。抜こうとした結果。まあ、これも作戦かもしれない。作戦か。汚いな。戻れるかこれ。戻れるか。あ、戻れるか。そうですね。やっぱスタックしちゃうと予選なんで本当にちょっと時間もったいないですからね。そうだよね、結構何十秒とかってそうしちゃうよね。やっぱちょっとラウル君ここヘアピンがちょっと苦手かもね、うんうん、だからツッコミはものすごくいいんですよね、うん、お、グラマさん早い。お、グラマさん早いな。レクイエムベストですねこれは。おおお、レクイエムベストさらに上回る。デッドヒートが続いてるね。すごいですねこれは。40秒切り始めた。みんなめっちゃ後輩煽ってるじゃないですか。なんで煽ってんだよ。自分がさっき煽られたからでしょこれ。やりたかっただけだよね絶対。でこれで係に押してもらうと、押してもらうっていう形。危ないですけど。危ない、危ない。これ多分イエロー出てたと思うんですよね。あれだ、あれだ、振ってるから危ないよってことね。フラッグが出てるときは減速しないといけないんですけど、やっぱ全速で言ってんね、うんうん、アタックしてたらちょっとそうだね、ちょっと視界に入んなかったかもね。そうですね、まあ、やっぱ慣れてないっていうのもあると思うんで。あ、グラマさん早い、早い。さらにレクイエムベストが出ましたね。結構戦いが始まってんね。このそうですね、クリアな走行枠を取ろうとみんな頑張ってますね、うん、お、上位陣は40秒切り始めたね。そうですね、そうですね、はいはいはい。やっぱこう難しいね、カートはなかなかこうカオナーとか、ね、詰まってきたら特に初心者どうしたらいいか分かんなくなっちゃうね。そうですよね、なんか抜き方も分かんないんですよね。そうそうそう、なんか熱ばっかついても危ない、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 危ない。やっぱちょっと飛ばさ、今のはさ動いちゃダメなんじゃないの。ダメですね、止まって見逃さないと。そうですね、危ないよね。危ないですね。まあ現にぶつかったから正面衝突で。ノリケン結構めちゃくちゃあれ怖かったんじゃないの。いやー、まあなんか動くんかいって感じ。怖いね。でちょっとまだここ固まってるな。ちょっと伺いつつ、そうですね、抜けるかなみたいな。もうセッションはもうすぐ半分を切るんで、師匠さんもうちょっと9位のままじゃこれは終われないですよね。確かに、うん、ちょっと運が悪いところもあるかもね。そうですね、ちょっとスピンも多かったし、うん、そうそうそう。おっ、思いきやちょっとタイム伸びましょう。おっ、ちょっと危ない。やっぱ S 字は結構グッグッと切り返すんで、うん、難しいは難しいんですよね。やっぱ感覚つかむしかないね、その辺はもう慣れていくと。そうですね、しかないというかね。で、ヨーシケルさんのおーよー、おーよー。コメンタリーの2人がおー、で、これで DJ のりけんがファスト最速ラップ36秒ですね。まあやっぱここはね、経験者の意地を見せたいよね。経験者の意地で抜いていかないから、経験者としてちょっと隊列に付き合ってるわけにはいかないと。じゃ結構こちらグラムさんいいペースなんじゃないですか。やっぱおもろいな見た目が。面白い。これノリケン抜いちゃうか、どうだろう。お、アランク曲がってきてる。ああ、0.3 秒及ばずですね。ギリギリって感じじゃない。そうですね。おお、危ない。これレクイエムスピンですね。あ、してレクイエムスタックですね。これダメだ。でレクイエム救助を持ってるんですね。いやでも正しいですね。あの降りないあたりやっぱちゃんとレクイエム救助を待っているね。コメンタリーの2人がさっそうと抜き去っていく。もうね、かまってらんないですからね。レクイエム抜かれだからね。レクイエム抜かれですねこれはね。危ない、お、危ない、危ない、危ない。やっぱね、 S 字むずいね。難しいですよね。ちょっと乗り上げちゃったかな今の。すごいやっぱあの縁石って赤白の部分も乗るんで、うん、チームメイト心配しています。グラムさんが、グラムさんが、まあ、オフィシャルに言葉通じるのかって心配もあるかもしれない。これ今ニオスケさんアタックしてますけど、直樹さんが前にいる。あ、ちょっと難しい、ね、ガッチリ蓋されてるな。思う存分アタックができない。直樹さんニコ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 。後ろにニオスケさんいるの気づいてるのかこれは。更新できるかな。どうだどうだ、どうだろう。なんとかわずかに、ギリギリって感じね。わずかに更新ですね。まあ一応ニオスケさんと直樹さん3秒差あるんで。確かに。いやでも直樹さんちょっと開けてもらわないといけないですね。ちょっと詰まっちゃってね。うん、お、満タンレーシングの2人がアタックしてますね。でアランさんがベスト更新、ノリケンもベスト更新ですね。ノリケンはもうダメ押しでファスですと最速ラップを記録してます。意地だよね、やばいけれど本当に意地だよねこれはね。開けるわけにはいかないもんな、ね、しかも結構来てるからね。そうだよね。うん、
お、でも師匠もいつの間にか40秒切ってるね。いやでもさらにアタックしたいですね。でもちょっとわちゃわちゃってなっちゃった今。いやでもこれでちゃんとアタックできる場所を見つけられたかな。どうだどうだ。いや前詰まってるな人が多いね。人が多いな。でもこれ無理だな。ちょっと今のは強引すぎましたね。やっぱインコースから周りに行くのは難しそうだね。難しい。もうちょっと外側から、うん、ここ外側で行ければ次のコーナー外側が逆にイン側になるんで、はいはい、抜きやすいんですよね、うん、なるほどね。なんとかここで大丈夫ですね。戻れた戻れた。戻れてよかったですね。直樹さんすごい楽しそうだな。楽しそうだな。アタック中なんですけど後ろ対立になってますからね。いやなんかね倒すにやってくれてますわ。なんかこう呼んだ甲斐があったというか。そうっすね、うん、楽しいのは何よりですね。ハードが楽しいだけ。そういうことそういうことよ。あでもこれで大輔さんを抜きました。でも数字綺麗だな。4444で綺麗な数字になってんで。おっとまた危ない。これまたこの2人ですか。やっぱ仲悪いんじゃないこの2人。陽介ちょいちょいぶつかってない。やっぱ恨みがあるのかもしれないで赤さんもこれアタックしときたいですね。ラーメン君がどうなる。おお、まあ、でもまあちょっと気がつきましたね。外側に回ってくれたからそうですね、うん、抜けたって感じ。師匠さん、明介さん抜いてからアタックしておきたいですね。残り1分を切るというところですけども、抜いてからこう次のラップでって感じか。そうですね。お、今、お、おうまい。お、クリアにいった。うまい。かなり、レース見てる身からしてもかなりクリーンな抜き方でしたね。あ、そうだね。そうですね。で、あとはもう存分にアタックするだけで、こちらも最後のアタックに向かう人たちがめちゃくちゃ。お、お、お、でも、え、ちょっと今のなんだ。今のはちょっとリプレイ見てみたいですね。プレイ見てみると、お、かまわんよって。サムズアップしているみなさん。クリームサムズアップ。お、赤さんがこれは、これはあ曲がりきれなかった感じだ。やっぱ思いっきりハンドル切るのちょっと怖いですよね。多分回っちゃうしね。やっぱブレーキかけながら綺麗に回ってないと。そうですね。お、お、お、2人綺麗に回ってる。2人回ったのは誰だ。お、ライトショーマジックレーシングの2人が仲良く同じ方向にぐるっと同じ方向逆を向いてます。なんか2人よくスピンしてるイメージあんな。やっぱ仲いいんすかね。めちゃめちゃ仲いいじゃん。仲いいですね。というわけでこちらでセッションは終了しました。翔さんこれクリアなところでアタックできて40秒切ってますね。本当だ。いやよかったよかった。自己ベ更新で、自己ベ更新ですね。みんな今回早いね。やっぱ練習に比べて。いやかなりペース早いですね。直樹さん5秒近く、いやそうか1分弱だったから15秒ぐらい上げてる、15秒ぐらい。確かにめっちゃ上がってる。すごいな。明介はビリだって言ったんだね。まあでも実力って言えば多分もっといけたと思うんですけど。確かに前に対立作ってる方がいらっしゃったんで。やっぱその辺もこう駆け引きなのかな。いやそうなんですよ。やっぱ思い切って抜いて自分の居場所を見つけないと。うん、予選はまああえて開けるっていうパターンもあるんで。そうなんですよね。とっとと出してみたいな。そう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 。というわけでこれで各社戻っていく形ですね。はいはいはい。かなりちょっとペース、おーおーおーおお。セッションもう終わったでしょ。終わった後もね、あの限界を探ることに余念がないですね。やっぱり戦いに勝つ気満々じゃん。走れるうちは常にね、そう詰めておきたいんだろうね。もったいないからせっかく走れるんだから。確かにコースのね感覚をちょっとでも掴んでおこうと。おお、ちょっとスローダウン。ゆっくりだね。じゃあこれ大丈夫かな。トラブル、トラブルではなさそうですね。おしらっ、おしらっ。一応まだまだ戻ってないからあんま遅く走るとめっちゃ明介さん煽ってます。見てんな、めっちゃ見てんだよ。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ煽ってる。煽り運転はダメですよ。何してんだよ。俺顔タイヤ温めてんのかな。入るのにね。入るのに。あ、そっちピッチャー帰ってきたの。帰ってきましたね。グラムさん面白いね。お、グラムさんちょっと見えてんだよこれ。お、お、ん、お、レクイエムカメラマンですねこれは。何してんね。はい、というわけでこれで荒かったドライバーが戻って走行結果となります。はい、はい、ということでまず個人結果を見ていただきます。半数がもう30秒台に乗ってますね。かなりペースアップした形です。慣れてきた感じですね。練習よりは圧倒的に速い。そうですね。残り全員も40秒台でかなりペース上がりました。
で変わらずトップは DJ のりけんなんですけども、はい、2位とのギャップがさっきは練習速報が5秒だったんですけど、もうこれ1秒まで来てますね。はいはいはい、はい、詰められてるね。ちょっとうかうかしてらんないんじゃないですか。いやもうまだね意地を見せたいよね決勝でもね。そうですよね。ダンスレーシングちょっと格差が激しいんじゃないですか。詰まってきたとはいえまだね差があるからちょっともうちょっと頑張ってほしいですね。確かに。というわけでこちらが予選結果2人の平均タイムになりますね。はい。で、チーム内で速い方をエースドライバーと扱って左の方に表記してます。はい、双方速いやっぱ満タンレーシングが強いですよね。強いね、うん、グラム圧倒的だね。グラムさんと通訳レーシングに2秒の差をつけてトップに踊り出ております。で1秒候補にライトショーマジックレーシングチーム内でやっぱタイム安定してますよね。まあ4位はちょっとタイム安定してないですけど赤さんがなんとか引っ張り上げましたね。食らいついてって感じで。いやよかったですね。やっぱ再開ちょっと痛いですね。ツアーアンセムレーシングになります。まあちょっと明介さんは隊列に引っかかっちゃったなっていう感じですね。まあね、うん、その辺も駆け引きだからな。難しいところだね。まあ、ちょっとこれは決勝での巻き返しに期待したいと思います。ということでハードカーターの C1 グランプリ予選走行の模様をお届けしてまいりました。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。ただの挨拶としてのお疲れ様っていうより疲れてる。ちょっと疲れた。ちょっとねカート舐めてましたこれ。すごくないこのなんか振動というか。いや確かにやっぱちゃんとスポーツですよね。そうスポーツあって分かった。車運転してるだけじゃんと思ったけど。そうめちゃ疲れるこれ。はい、ということでこれでスタート位置が決まりますので。ああなるほど。はい、早速結果を発表していきたいと思います。それでは第5位。はい。ツアーアンセムレーシングの DJ 明介&ラウル選手です。タイムは DJ 明介選手が45秒437、ラウル選手が41秒474になります。めっちゃ引っ張ってるじゃん。なんで巻き込まないで。なんで巻き込まないで。かわいそう。全然喋んなくなっちゃう。露骨に気になりてる。なんだ。喋る。省エネでいきましょう。はい、第4位、はい、ダンスレーシングのレッドアリ選手と直樹選手です。タイムにつきましてはなんとレッドアリス選手が30秒台に入っています。38秒251頑張りました。そして、直樹選手が44秒444ちょっと待って。いやちょっとっていうか伸び率は一番直樹さんが大きいです。マジっすか。練習から14秒伸びてます。もう14秒いけるってこと。まだいけるまだいける。まだいける。じゃあ続きまして第3位、はい、ライトショーマジックレーシングのトパズライト選手&師匠選手です。お、はい、タイムがトパズライト選手が40秒831、師匠選手が39秒349、師匠選手30秒台ということで、まあ、でも2人とも近い。近いですね。そうやっぱりチームワークで、ね、決勝頑張っていきたい、はい。普段から一緒にね合作やったり DJ 一緒にやったりしてる2人は違いますね、うん、そういうこと。そういうことなんだよな。いやうまいな思って。そう口がうまいからね。そう口がうまい。そう口うまいとハードボタンシーに入る。確かにこれは有望株だけど入る。見なしで、見なしで、いや見なしはちょっと厳しい。一応検討していきます。一位取ってまたお願いしていきます。そう、また話になってくるね。それでは続きまして第2位の発表です。はい、第2位はグラムさんと通訳レーシング、グラム選手と小林選手です。おお、素晴らしい。タイムはグラム選手が37秒、小林選手が129。はい、2回とも10秒練習練習真面目にやってみます。グラム練習11秒5待ってます。レクイエマ、ああレクイエマ以外になんか後ろパースがちょっとじゃないですか。エンジン、ああついにエンジン使いました。練習ではエンジンは使ってなかった。まあ足だけ、足だけ、足だけ。決勝ではもうエンジン全部使ってください。よろしくお願いしますね。ハンドルも使っていい。ハンドルも使っていい。知らなかったみたいで。ハンドルいました。知らなかったみたいで。ぜひ決勝でハンドル使ってください。はい、ということで
じゃあ残り1位、マンタンレーシングの DJ のりけん選手、アラン選手です。あーすごい、タイムが DJ のりけん選手が36秒135、アラン選手が37秒965。ぶっちぎりじゃん。いやぶっちぎりです。2人とも30秒台入りで、タイム の伸び率は DJ のりけん選手が 2.5 秒、アラン選手は 6.5 秒伸びてます。はい、ということで、はい、予選結果以上になります。予選結果が早い順に1位から出発していただいてもいいんでしょうか、須藤さん。ダメですね。ダメでしょ。え、今度はだって勝つじゃん。そう、そのままいったらだし、もうなんかハードコア楽しいでしょ、はい、ハードコアな人たちが揃ってるんですよね。はい、そうですね。ハードコアなのに予選の早い順から前にスタートしてそのまま逃げ切るって面白くないでしょ。そんなことない。なんでそのゲーム。そのためですよ。ということで今回リバースグリッドを採用したいと思います。つまりタイムの遅い順から先頭にスタートしていただきます。あれ、あ、気がつかなかった。いや、サプライズですか。いや、めっちゃ熱いったんで、この男は。それがすごいな、本当に。ちょっと、ちょっと、え、着か、急着か。いやでもね、ツーアンセムレーシングのお二人がそれもちょっとハードコアじゃないんじゃないですか。ということで、はい、こちらバーン。なんだこれは。はい、ということで、いろんなことがありますが、これ何回もあるかい。いやでも去年のやつは福袋で出してたんで、そう、これ新設された新しいやつが出すな。じゃあというわけで、こちらにあるものを使ってドライバー交代の際にある課題をチームの2人で協力して挑戦していただきます。それをクリアしないと2人目のドライバーは出発できません。何またハードコア楽しみ。入りたいでしょ。入りたい。ハードコアな人間になりたいでしょ。なりたい。じゃあだから全然ハードコアじゃない。逆境にも立ち向かって1位を目指してもらいたいと思います。何をやるかはくじ引きで決めますので、簡単なお題か、もしくは時間がかかるお題か、それもランダムですので。星野ゲットないでしょ。星野ゲットがどうなのかな。というわけで決勝戦もお楽しみに。ではまたお会いしましょう。バイバイ。